皆さんこんにちは。日本火災工学会の小林でございます。台風、今の台風に続きましての竜巻に、のお話でございます。本セッションの冒頭、中村先生から極端気象という言葉がございましたけれども、この竜巻というのも極端気象の一つということで、我が国の実態に関して今日は報告をさせていただこうというふうに思っております。で、竜巻、トルネードでございますけれども、ここにこれ実際日本で起こった事例ですけれども、よく我々この漏斗雲を竜巻と言ってますけれども、直径が約100メーターぐらいのこの漏斗雲竜巻も、この巨大竜巻というのはその親の渦がございまして、ペアレントボルテックス、これマイソサイクロンと我々呼んでますけれども、約これが1キロぐらいで、さらにこの親渦はもっと大きな10キロくらいの、その竜巻低気圧メソサイクロンと言ってますけど、この中に存在する。でさらにこのメソサイクロンというのは、100キロくらいのですね、特別なそのスーパーセルという巨大なその積乱雲の中に存在するという、こういう階層構造を持っているというのが、常でございまして、で我々が今 の科学技術で見ることができるというのは、大体この、ルーティンの観測では10キロくらいのものしか見えない。つまりこの竜巻を見るということそのものはですね、非常に難しいということでございます。でさらにこの竜巻が数分後にどうなったかというのは、この右の写真でございますけれども、もうまさに生き物のようにですね、刻々と変化をしているという、でこういう挙動をですね、我々どうやってその捉えなくてはいけないのかというのが、その実際の地上の被害を考えるときには非常に重要になってくるということがですね、課題であるということでございます。でそもそも竜巻と、トルネードと申しますと、これはもうアメリカ中西部のお話だというふうについ我々は思いがちだったんですけれども、ちょうどこの2005年から6年にかけて、ちょうどその2005年のクリスマスに山形県の庄内で、ウエストの事故が起こりましたし、翌年の、9月の17日にはですね、台風に伴って宮崎県延岡でやはり、起こって、その後11月北海道の佐良まで、立て続けにこのような甚大な竜巻の被害が起こったということで、2008年以降天気予報で今出てくるようになった竜巻注意情報というのがですね、発するようになりました。でその後2012年です。ちょうどゴールデンウィークの最後の5月の6日に北関東で、まさにこれはその巨大な竜巻、この、3つ立て続けに起こったわけですけれども、30キロとか40キロ、地面を走って、被害をもたらしたという、一番南のはこれちょうど筑波を直撃した筑波竜巻というふうに我々呼んでますけれども、でこういうものが起こると、これはその時 の写真でございますけれども、頑丈な家にいてもですね、家ごと飛ばされてしまう、あるいはこのようにですね、我々が立っている地面、アスファルトそのものが持っていかれる、あるいはその、これ竜巻あるいは台風もそうですけれども、飛散物が飛散物を生むという、その破壊の連鎖が起こるという、こういうことを我々は身をもって体験して、いわゆるこの竜巻からもですね、身を守らなくてはいけないと。つまりもう最終的には家の中にいてもですね、決して安全ではない、アメリカと一緒で穴を掘って地下シェルターに逃げるしかないということをですね、最近では学んできたという、こういうことでございます。でじゃあ実際日本で一体どういうその頻度で起こっているかということですけれども、この左の図は、今気象庁が公表しています竜巻等トップデータベースを1961年から年ごとに、プロットしたもので、この黒いところはですね、人的な被害が起こった竜巻の数です。で1990年代2000年ぐらいまでは、大体年平均20個ぐらいと言われていたんですけども、その後結構多くなっているという、でこれはその気候変動の影響とつい思いがちなんですが、そうではなくて、2000年以降ですね、そのカメラ付きの携帯電話が普及して、いろんな障害が残るとかですね、あるいは先ほどの、社会的な関心が高くなる、そういうもので、数が増えてきている。ですから、最近ではもう数十個から多い年では100個ぐらいの報告事例がある。ただ、これはあくまでも気象庁がそのに報告されて、認定されたものであって、それ以外のものもやっぱり中には存在するということが、でございます。で、右の方はですね、その気象 その原因別、上乱別に、プロットしたもので、日本で起こる竜巻の約半分はいわゆる温帯低気圧、つまりその、1年中ですね、温帯低気圧、低気圧が発達して、やってまいります。ですからこの青いところを見ますと、まさに北は北海道の稚内から南は九州沖縄まで、いわゆる1年間通して発生している。
ただ一方でですね、私たちあの季節ものと言ってますけれども、台風とか冬型とか、あるいは停滞前線、これ梅雨前線ですね、に伴って、それはあの台風であれば例えばその宮崎とかの高知とか濃尾平野とか関東平野もあの季節とその場所が決まっている、冬型であればやはり日本海側と、でそういうものもですね日本では起こる。ですから、まあ、アメリカのトルネードというのはちょうどあのこれからの4月5月がトルネードシーズンで、大体中西部で集中するというふうに言ってますけれども、日本では1年を通していろんなその条件で発生する、まあ、1年中注意しなくちゃいけないということになってくるわけでございます。で過去10年間の日本で起こった竜巻 の, そ の, この F, の F スケールという竜巻のスケール、フジタスケールで、の頻度分布を、プロットしたのがこの図でございます。で F の2というのはだいたい50メーター以上、 F の3になると70メーター以上ということですけれども、ですから、まあ、F の3スケールだと10年に1回で、 F の2だとまあ大体1年に1回で、 F の1だとまあ1年に10回ぐらいは起こるだろうということが分かるわけですけれども、じゃあ日本で本当に F の4とか5は起こらないのか、これもですね、やはりあの、まあ、筑波の竜巻では局所的に100メーター近い風が、推測されたということもございますので、やはり起こるということを頭に入れなくちゃいけない。でさらに数で言うと、ここで1、10、100と来ています。で、日本でもアメリカでもやはりあの人が増えて人口が増えて報告例が多くなると、まあ、この F0 というところが数が増えてくるだろう。ですから日本でももしかすると丹念に調べてみると、数百個の竜巻が、弱い竜巻が起こっている可能性もあるということを考えなくちゃいけないということになるわけです。で右の図は、これはちょうど行政区分でのですね、竜巻の発生頻度を円グラフで書いたものですけれども、まあ、約4分の1はこれ海上で起こっています。で、残りの4分の1がですね、これ人口が10万人以上の都市で、その100万都市という政令指定都市でもですね、ほとんどのところで実は竜巻が起こっている。で日本の竜巻というのは海岸線付近で大体約6割が起こっていて、そこに、まあ都市が発達しているということを考えると、アメリカと違ってそのたとえ弱いこの F0、F1 という竜巻が、相対的に弱い竜巻が起こっても、いわゆる人口密集地帯、大都市で、まあ、そういうものが起こると、被害が非常にその甚大になるということを考えなくちゃいけないということでございます。で実際にこれまでのその竜巻の、まあ、発生頻度、発生確率といいますか、これを年平均1平方キロメートルあたり何個起こるかということを、まあ、海岸線から一番発生頻度が高い2キロ以内で、海岸線から2キロから10キロ、10キロ以上ということで分けてみますと、海岸線から2キロ以内の陸上では、まあ、4.1×10⁻⁴ 乗、まあ、1年あたり1平方キロメートルあたりですから、まあ数的に言うと、まあ、大体その、10⁻⁴ 乗ですから、まあ1万年に1回とかですね、数千年に1回とかという形になるんですけれども、まさにそういう意味では低頻度なんですけれども、ただ、ローカルではあるんだけど、こういうものはですね、頻発、あの日本でも結構起こっている。でさらに、この F の3ぐらいになると10年に1回ですから、もうワンオーダー、低くはなるんですけれども、まあ、やはりそういうものもですね、あの考えていかなくちゃいけないということになろうかと思います。で先ほどそのいろんなその気象現象に伴うと言って申し上げましたけれども、まあ、一例あの、ちょうど去年台風19号に伴って千葉県市原市でも竜巻が起こりました。台風に伴う竜巻に関して紹介させていただこうと思います。で日本の竜巻の、2番目に多いのがこの台風に伴う竜巻です。で、台風の中心に対して、この左の図というのは一体どこで竜巻が起こったかということで、まあ、統計的に調べてみると、まあ、大体その危険範囲と言われている進行方向の東側、右側でほとんど起こっていて、でさらに台風の中心から大体100キロから、まあ、600キロぐらい、かなり離れたところで、竜巻は起こりやすいということが、まあ、統計的には分かっている。ただし、本当にその竜巻はその台風の中心付近、いわゆる台風の目の中心付近とか壁雲あたりでは起こらないのかというと、これはなかなかやはり観測も被害調査もできないので、分からないということがやっぱり残されているわけでございます。でさらにあの問題はですね、これ右の図は日本で人的の被害が生じた竜巻の月別の頻度で、この色をつけたところがその中で台風に伴う竜巻でございます。
で特にやはり9月が突出していて、9月の、被害の中でやはり台風に伴う竜巻が過半数を占めている。でこれはなぜかというと、かなり中心から離れたところ、これは時間的に言うと半日とか1日前なんですね。ですからまだ晴れ間が見えていて、台風の準備をしよう、あるいは買い物に行こうという時に、まあ、不意をつかれて、まあ、被害に遭ったという方が非常に多いという。ですから、まあ、そういう意味ではですね、台風に伴っても竜巻というのは非常に起こりやすいんだということをですね、我々は啓発していかなくちゃいけないんじゃないかということを常日頃、思っております。でさらに時間の関係で今日は申しませんけれども、例えばこの時期冬の竜巻、ウィンタートルネードと言ってますけど、こういうものの実態もよくわからない、あるいはその、これは竜巻、厳密には竜巻ではないんですけれども、竜巻ライクな渦、つまり地震のあといわゆる火災が起こって火災旋風とかですね、そういう竜巻ライクな渦というのも一体どういうメカニズムで起こるのかというのもですね、まあ、検討していかなくちゃいけないと、まだまだ分からないところがあるということでございます。で竜巻を生むその親の積乱雲というのが、これスーパーセルというふうに申しました。いわゆるその数百キロのオーダーを持って、まあ、これはそのアメリカの右側はこれアメリカ中西部で観測されるスーパーセルの写真で、まあ、本当にまあこのようなものとは思えないような、まあ、巨大な積乱雲が特徴的な形で観測されるんですけれども、これもですね、過去を見てみると日本でもやっぱり起こっています。例えばこの写真はもう20年前になりますけれども、練馬豪雨というふうに我々言ってますけれども、東京 の、まあ、練馬で131ミリの雨を降らしたという、こういう時の積乱雲を見るとまさに一緒の形を形態をとっている、まあ、スーパーセルであった。あるいは最近で言うと2017年、これちょっと多摩川の花火大会が直撃して落雷で何人かの方々、こういう事例ですけど、この時もですね、やはり、まあ、巨大なまさにその東京23区を覆うぐらいのスーパーセルが、覆っている。でこういうことが起こると、いわゆる都市機能が瞬間的にも麻痺してしまうという、いわゆる交通とかですね、ものいうものも含めて麻痺してしまうということが実際日本でも起こっているという。でこういうそのスーパーセルというのは、一体どういう構造をとっているかということが、まあ、最近だんだん分かってきて、いわゆるその日本語で言うと単一巨大積乱雲と言ってますけれども、一個の積乱雲でこういう非常に複雑ではあるんだけども、上昇流と下降流がうまい具合に絡み合って、成長を続けるという。でさらに、まあ、こういう断面も特徴的な断面を持っていて、竜巻だけではなくてダウンバーストとか、あるいは降氷とかですね、あるいは落雷の集中とかですね、いわゆる我々がその非常にシビアな気象現象というものを全て兼ね備えているのがこのスーパーセルだということがだんだん分かってきました。ですからこういうものをですね、いかにしてその例えば気象レーダーなんかで捉えるかということがですね、現在の課題になっております。で最後に、まあ、これからの観測ということで、今のルーティンの観測から一歩進んだ観測で一体どこまで分かるかということを紹介しようと思います。でこれはちょうど昨年の市原の竜巻、2019年10月12日の朝8時ぐらいに起こったわけですけれども、左の図というのはちょうどこれルーティン の、 気象レーダーで見たところで、ここら辺に、まあ、台風の外側のレインバンドのエコーがあるなということが分かります。で真ん中の図というのはこれ我々その X バンドのドップラーレーダーのネットワーク X ネットって言ってますけれども、そういうもので、ドップラーレーダーで捉えると風の場も分かって、こういうフック状のエコーのところにメソサイクロンというのが検出されましたよという、ここまで、分かっているというこういう図でございます。ただ、これをですね、最新のフェーズアレイレーダー、フェーズアレイレーダーというのは、アンテナをですね、複数の素子でもって同時に観測するということで、非常に時間分解の空間分解の良くなったと。でこれで見ると、まさにここの部分がまさに解像度を上げたような形でもって、この10キロくらいの、渦の中に1キロくらいのマイソサイクルが、そこの中に竜巻の渦まで分解できるというようなことまで分かってきているということでございます。でさらに、今は上空のレーダーの観測ですけれども、地上の観測、もちろん日本には気象庁のアメダスというのがございますけれども、約20キロ間隔ではなかなか竜巻が捉えることができない。ですので、これはまさに試験的ではありますけれども、1キロメッシュでこういうその簡易気象計をこう地面にばらまくということを今、試験的にやっていて、でそういうことをやると、まあ、こういう竜巻なんかもですね、運が良ければ捉えることができる。つまり上空と地上でですね、特別な観測をやると、なかなかその捉える
ことができない竜巻も、我々としては、見ることがだんだん現在可能になってきているということでございます。以上です。どうもありがとうございました。ありがとう。